このチームのキャプテン、桑水流優作。続きまして、以上14名になります。はい、それではですね、これから世界ハイットコーチよろしくお願いいたします。はい、我々、男子7人制ラグビー日本代キャプテン中村千春、山口真理恵、以上13名になります。それではこれから浅見ヘッドコーチから男子同様に13名の選考理由、それから13名にリオオリンピックで期待することなどを述べていただきたいと思います。この度オリンピックメンバーに選ばれたことをとても誇りに、そしてまた幸せに感じています。そしてまた男女ともにオリンピックの舞台でラグビーができることをとても嬉しく思っております。このメンバー14名でオリンピックで戦うことをとても楽しみにしています。オリンピックではこのメンバーに選ばれなかった選手の分、そして日本で応援していただけるファンの方のためにもメダルを取って帰っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。本当にオリンピックのメンバーに選ばれて嬉しく思いますし、責任を感じます。メダルの裏はもちろん金メダル、それを目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、さくらセブンズキャプテンの中村千春と申します。オリンピックでは、日本の女子ラグビーをここまで育てていただいた全ての皆様のに感謝の気持ちを持ちつつ、そして過去5年間、共に、ここにいないメンバーも含めてオリンピックという夢を共に追いかけた仲間の思いを一緒に、リオの舞台で台風の目となれるよう金メダルを目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。オリンピックでは今まで私たちがやってきたことを全てしっかり出して、日本の歴史、また女子ラグビーの歴史を変えれるような、そんな結果を出せるように一つ一つ一瞬一瞬、本当に魂を込めてプレーしたいと思います。